丸口姫路は姫路家に属する海水魚である。インド洋、太平洋の熱帯、亜熱帯域に生息し、岩礁やサンゴ礁などで見られる。最大で全長5 0センチメートルに達した記録があるが、普通見られるのは全長3 0センチメートルほどの個体である。体色は黄色や青色、紺色など極めて変化に富み、全身が黄色の個体はかつて、 黄金姫路と呼ばれることもあった。単独で、または群れを形成して行動し、感覚器を持つ長いヒゲを用いながら、魚類や甲殻類等を捕食する。干渉魚として飼育されることがある。鈴木木姫路科の海ヒゴイ族に属する。現在有効とされている学名は、パルピニアスサイクラスタマスであるが、この他にも多くのシノニムが存在する。種商名のサイクラスタマスはギリシャ語で、 丸い口のという意味である。和妙の丸口も漢字では円光で、おそらく獲物を捕食するときに口が円形になることに由来する。体色には変異が見られるが、配属後方のクラ状黄食反転が特徴である。最大で全長5 0トル体重2 5ラムに達した記録があるが、通常よく見られるのは全長3 0トルくらいの個体である。 体は少し細長く、側閉する。噴腸は頭部腸の半分以上になる。背びれは二つの部分に分かれており、第一背びれには八本の棘状が、第二背びれには一本の棘状とそれに続く八本の難状が存在する。尻びれには一本の棘状と七本の難状が、胸びれには16本前後の難状が存在する。枝葉数は29から33である。 ヒメジカの中では最も長いヒゲを顎に2本持っており、その長さは頭部の長さよりも長くなっている。背びれの後ろに黄色の倉状のブチが見られることが特徴的だが、これは成長につれ不明瞭になる。目の近くには青色の縦線が数本入る。体色は極めて変化に富み、白色に近いものから黄色、赤茶色、灰色、黒色、黒色紺色、 青色など様々な体色の個体が見られ、体色を自由に変化させられる可能性がある。全身が黄色の個体はかつて黄金姫路と呼ばれ、別種とみなされたこともあった。幼魚は黄色か紺色をしたものがほとんどである。インド洋、太平洋に分布する。生息域の西部では、南アフリカや航海、インドに生息し、東部では、北は日本、南は、 オーストラリア北部やニューカレドニア、ラパ島、東はハワイ、マルキーズ諸島、ドアモトゥ諸島まで生息するほか、ミクロネシア全域に生息する。日本においては、伊豆半島以南の太平洋岸、八丈島、琉球列島、小笠原諸島で見られるが、本州で見られるのは、ほとんどが幼魚で、生魚が普通に見られるのは、奄美大島以南と見られる。 水深2メートルから125メートルで記録があり、岩礁、サンゴ礁、砂底、ラグーン、海藻もばなど様々な環境で見られる。本種の群れ、体色の異なる個体も混じる。肉食魚であり、魚類や甲殻類、頭足類などを捕食する。その中でも魚類が70%を占め、これは他のヒメジカ魚類と比べても非常に高い割合である。通常単独、 または、小型の群れで行動しているのが見られる。他の姫路カ魚類やカスミアジ、小金アジをはじめとした多種と一緒に群れを作ることもある。エジプト、市内半島南の海で2000年に行われた研究では、単独で行動する個体は砂地で運動性の低い獲物を探し、群れで行動する個体はサンゴ礁で運動性の高い獲物を追う傾向のあることが分かった。この調査では、 群れは同じようなサイズの個体で形成され、群れ打ちで特に血縁関係は見られなかった。また、狩りにおいて群れで一種の協力行動が行われていることが分かった。つまり、群れの中の一匹が獲物を見つけ加速すると、群れ内の他の個体は脇にそれて獲物の逃げ道を塞ぐのだという。巨類で狩りにおける協力行動が報告されたのは、この本種についての研究が初めてであった。 ヒゲの先端には未来がついており、これを餌の探索に用いている。ヒゲはこの他に岩の裂け目や穴に差し込み中から獲物をかき出すのにも用いられる。こういった探索の際に出る餌の余りを狙ってしばしばベラ類などが本種について回ることがある。この時本種もベラ類が素早い動きで得た餌の余りや口やエラから吐き出した砂の中にわずかに混じる餌を 得ることができる。生成熟時の体調についてデータはなく、繁殖についてはあまり分かっていない。追い込み網によって捕獲されることがあり、食用とされる。観賞魚として飼育されることがある。ありがとうございます。